さあ、続いては情報ナビのコーナーです。今回はお出かけ情報です。ご案内いただきますのは、あず水道山公園指定管理者、株式会社福田造園の福田克美さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、えー、ね、この時期というとですね、ねこのあずまの、ね、チューリップ祭りということでございますけれども、今回ご紹介いただくんですが、あの今年のチューリップ祭りはですね、あず公園、いつから始まってるんでしょう 先週の土曜日になりますが、4月の4日から16日間で4月の19日の日曜日までの開催でいただということで、ちょうど折り返しぐらいの、ねえー、日程になってきたのかなという現在の,そのチューリップですけども、開花の状況っていうのは、福田さん、どうなんでしょうか。はいあのー 今年はですね、はい、まあ気温の差も多少あったんですが、ええ、ちょうど今ぐらいがピークで、はいはい、現状は今、割割からという形ですねあ、まあ、これからさらにきれいなチューリップになるということだと思いますけれども、はい、あの今年は何やらですね、この4月の4日に合わせるように、頑張ってチューリップを育ててきたというふうに伺ったんですが、そうですね、昨年度、ちょっとあの花の方が4月の開幕に間に合わなかったもんですから。はいええ 今年はちょっと無理をして4月4日に約割割から4割咲くように準備をしましまたちょうど今、ごろがあ非常にいいということなんですけれども、もうあの恒例にこのチューリップ祭りになってきましたけども、年としで51回目というね、はい、非常にあの歴史があるという、ね、祭りになってますけれども、あの大体これ、園内ですけれども、ええ、どれくらいの本数のチューリップがあるんでしょうか。 園内ですね、チューリップを植えてある畑が約11箇所ございます、それで約1万2千本、はい、チューリップが131万2万二千本ですよ、はい、相当な数ですけど、まあ管理されている、ね、皆さんも多分ねご苦労も非常にあるのかなと思いますけど、はいはい、大変さみたいなとこって、どんなところですか、はい、そうですすかそうね、まあ、あのやはり自然のものですので、はいええ、どうしても花の時期が読みにくいというのがあって。はい まあ処理をして早く咲くもの、はい、中間で咲くもの最後まで持つものというようなのをちょっと取り混ぜながらやりましたでもこんだけ咲いていただければそういうのを思いながらまたチューリップを見ていただくとね<は>また違った感じに、ね、見えるのかなという感じしますけどもあのこの期間中いろんなイベント等も、ね、あるということです明日は何かお茶会があるそうで 協力をしていただいていす、緑海さんというお茶の団体さんがあるんですがです、ね、12日、えー、10時から3時まで場所を2か所使っていただきまして、はい、1席500円でお茶を飲みながら、はい、チューリップを見ていただけるというイベントもございいいます。すでね。合わせてあの写生大会というのも開催しておりまして、はい、これ、まあ、子どもたちの絵とかですね、いうんですけどこれあの概要はどんなふうになっているんでしょうか。 ちょうどチューリップ祭りの期間と一緒になるんですが、はいえー、その16日間の間にチューリップを見ていただいたり、はい、絵を描いていただいたり、はい、もちろん園内の至る所の絵を描いていただいて、はい、それを提出していただいてそれを評価すると、はい、で皆さんにまた改めて全部の作品を展示して見ていただけるようなことも考えてます、はい、チューリップ見てす晴らしい絵をね ね、書いていただいて提出していただければと思いますけど、はい、あの、まあ、チューリップいろいろな形とかいろいろな色があるんでね、うん、多分素晴らしい絵にね、はい、子どもたち多分描いてくれるんじゃないのかなと思いますけれども、えー、これは19日の日曜日までチューリップ祭り行われておりますが是非吾妻公園ね足を運んでいただければというふうに思いますけども合わせてこの6月には、はいえー、花しょう祭り はい、やるんですねそうですね、はい、これもまだ予定なんですが、はいえー、6月の6日から約2週間の予定で、えー、準備を進めていますイベントなんかに関しては、ですね、まあ、昨年の様子も含めて、ですねホームページなどに、ね、掲載されておりますので、はいえー、検索サイトから検索をして、合わせてです、ね、ご覧いただければと思いますけどもね、はい、あのとにかく19日の日曜日までですから、はい、ぜひあの、吾妻公園の方に行っていただいて、 たくさんのチューリップを楽しんでいただければというふうに思います。あの最後に福田さん P.R. もお願いできればと思いますが、はい、わ、はい、ましええー、まあ、えー、第51回ということで歴史のある安住、えー、公園のチューリップ祭り開催されています。ぜひですね、多くの皆さん、またお年寄りからお子さんのですね、歩きやすいようなスタイルになってますので、ぜひお越しいただければと思います。はい、えー。今週のナビですけどもね、お出かけ情報ということで安住公園のチューリップ祭りをご紹介いたしました。 ありがとうございましたどうもありがとうございました